ブロックは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏の旧コミューン。2016年12月15日、周辺の13のコミューンと合併し、コミューン・ヌーベルである、ノワイアンイコール・ビラージュとなった。傍所は地方東部にある、アンジューのコミューンである。サルト圏及びアンイコール・エイコール・ロワール圏と接している。コミューン南側はオシオン。 川谷とロワール川谷に囲まれ、西は猿と川谷に囲まれている。某上は地方の地形は、主として、砂湿度、計算度、石灰湿度からなる大地で構成されている。それは大規模な堆積物の炉頭、石灰岩、白い砂が特徴である。ロワール川にそぐらモルヌ川がコミューンを流れる。古くの名は、ガリア語で茂みを意味している。古い綴りは、 1040年にブローク、ブロックハム、W でブ,ブルッコ、その後、ブロックとなった。ラプランシュのドルメン戦士時代から人の定住があった。我々はその痕跡をコミューンで見つけることができる。ラプランシュのドルメン、骨の破片、シャントピエールのドルメン、磨かれた石でできた斧などである。街の東側にはローマの道が通っていたが、現在は失われている。 メロビング町時代のサルコファガスもブロックで見つかっている。ブロックの名が最初に現れるのは1040年、アンジュー博、ジョフロワ・マルテルがバンドームにあるラトリニテ修道院に土地を2区画、与えた時である。最も古い領主と見られるのは1096年のゲランドブロックである。1636年、ルイ13世がブロックに、毎週1回と年4度の市場を開く権利を与えた。 アンシャンレジーム時代、町は、ボージェのセネシャル管区、アンジェ市教区及びルジュドの司祭町に依存していた。フランス革命後に行われた、地方行政区画再編により、ブロックは、ノワイアンオゴールに含まれた。その後、ボージェ軍に統合され、1926年以降は、ソミュール軍となっている。ボナパルティスト陰謀は1816年に弾圧され、 夫婦戦争後の1871年にはプロイセン軍が街を横切っている。第一次世界大戦では27人の出身者が戦死した。第二次世界大戦では住民4人が殺害された。参照元1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス・カシニー。 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。